こんにちは、ゆきななです。今日はですね、リクエストのあったボーダーの額縁仕上げをしていきたいなと思います。ちょうどね、作りかけのこういうものがあったので、キルト芯も貼ってあります。これの縁取りを額縁仕上げで作っていきたいなと思います。はい、では寸法を測ります。縦横18センチの正方形なので、この裏地になる、ここですね、裏地になる生地に18センチの正方形を描いていきます。ちょっと水色と水色で分かりにくいですけども、18センチの正方形を描きました。ちょっと上げてみます。で、ちょうどなので、この端の仕上げ方ですけれども、まあざっくりとやってみると、こんな形に仕上がるのが額縁仕上げって言います。ちょっとこれは大きく折ってるので、ほんともっとちっちゃいですけども、こんな風にしてね、ここに縫い代が来るのが額縁仕上げって言います。はい、では置いてみました。この大きさの1センチ外側、またその1センチ外側に正方形の線を描いております。ちょっと分かりにくいですけれども、で、この2センチ外側のこの線を切ります。アイロンをかけるときにこういう厚紙があると便利です。厚紙にね、こうして線を引いてこう置きます。で、まず2センチの線、1センチ、2センチですね、2センチの線で、ちゃんと喋れてないですね、すいません、ちゃんと声が出ないです。はい、2センチの線でこういう風にしてアイロンをかけます。次に折り返して、この1センチの線のところに作るように折り返してアイロンをかけます。なるべくきっちりとアイロンをかけてください。で、アイロンかかりました。広げてみます。こんな感じに線通りにアイロンが引けました。では同じことをあと4辺していきます。次、ここアイロンかけますが、この右端は2つ折りにしてからアイロンをかけます。2センチの線でアイロンをかけたら、もう一回折り返して、この1センチの線、線上に来るようにしてアイロンをかけます。この角はしっかりとアイロンをかけておきます。最後はこことここを折り返しております。返しをつけたままアイロンをかけます。はい、では開いてみます。1センチ角です。こことここの頂点を結んだ線を引きます。これが折り返し線になります。折り返したら、ここからここまで縫います。ここは縫いません。では手で縫っていきます。ここは縫えてません。ここからここを縫いました。では次にここを切り落とします。ここを切り落としました。次にこの角を切り落とします。こことここを切り落としました。次にここを割ります。ではひっくり返します。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。